はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね。 まあ、間もなくですね、行われるアメリカ中間選挙に関するようなですね、お話をしていきたいというふうに思うんですけれども、まあ、この中間選挙の結果というのがですね、まあ、2024年の大統領選にもかなり大きくね、影響をね、及ぼしていくんではないかというふうに言われています。というのもですね、まあ、今そもそもその民主党がね、議会を支配しているような状況の中で、まあ、やはり一番のキューブとしては、まあ、最近もね、よく話題に上がっている、あの司法省だったりとか、その FBI、まあ、そういったですね、法機関の ですねえー、まあ武器化というかで、ねまあ、そういった権力、まあ、職権乱用を、ねえー、行って、まあ、理不尽なです、ね、ことをまあふっかけてきていると共和党サイドにふっかけてきているトランプさんの方にもねふっかけてきているというようなことがですね、まあ、どんどん露呈してきていて、まあ、かなりですね まあこの件に関してもね、内部告発など、さまざまな情報がです、ね、日々出てきている中で、まあ、もうほぼ FBI だったりとか司法省は黒だというような認定というかね、そういった認識に変わってきているのではないかなというふうに思います。 今現状ですね、まあ、その世論調査とかそういった部分から見ると、まあ、今回のこの司法省とかその FBA がね、吹っかけてきたこの問題に関して、まあ、トランプさんのね、ご自宅マーラーゴの襲撃事件があったと思うんですけれども、まあ、これも結局ですね、まあ、意味不明な因縁というか、ですね、まあ、トランプさんが機密文書を持ち出していて、まあ、それがね、中身がかなり危険であるというようなことでですね、えー、言われていたわけですけれども、そんなものはね、もっと前から、1年以上前からですね、捜査できたはずなのにもかかわらず、 中間選挙の約3ヶ月前にね、あの急に言い始めて、勝手にですね、自宅に押しかけて、まあ、ファーストレディーだったりとかね、息子さんのお部屋もね、荒らしていくような事態というですね、アメリカのね、自由民主主義をこう犯すようなですね、とんでもない事件だったわけなんですけども、まあ、今もね、なお続いていますが、まあ、それはね、あの、このトランプさんだったりとか、その共和党サイドのですね、その支持率だったりとか、えー、まあ、世論的なですね、部分の印象操作を行うためのね、錯誤だったんではないかというふうに言われています。 がまあ、そこはです、ね、特にこうんですか、ねまあ、投票率というか、えー、人気の度合いとかには、ね、全く影響を及ぼしていないような状況が続いているとえむしろあの今現状です、ねまあ、それもあってかなんですけれどもさまざまな世論調査などでは、えー、中間選挙はです、ね、共和党が圧倒的に有利でありも圧勝の状況であるというようなです、ね、予想が立てられているというところでですね まあこの、ね、中間選挙の期日が近づくたびにですね、その差がね、どんどん開いていっていると。で、そのね、結果自体がですね、今現状9月の段階からですね、見ると、4調査でですね、3倍の開きが出ているようなパーセンもね、出ていたりとかすると。 えーね、なのでですね、まあ、完全に民主党サイドにとってはね、もう面白くないというか、美味しくないような、えー、状況がね、えー、続いているということで、まあ、民主党サイドのですね、まあですかね、まあ、向こうサイドからしたら切り札であるような、えー、ヒラリー・クリントンとかね、そういったところもですね、とうとうよくわかんないことを言い始めたいね。あの、次の大統領選とかで不正を働くのはね、あのー、 まあ、共和党だと。まあ、そういったものもすでに計画しているんだみたいなことをね、まあ、自身の動画の方で言ってたりとかするんですけれども、まあ、そんなものはね、何のそのという感じでですね、この民主党サイドがどん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 不利になっていってるのはお変わりないかなというふうに思います。というのもですね、まあ、ジョー・バイデンの方にですね、大統領が変わってから、まあ、それ以来ですね、すさまじく短期間で、インフレだったりとか、その犯罪率、あとはまあ、国境警備の問題だったりとか、まあ、様々なですね、問題というのがですね、どん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 ,どん出てきているわけなんですけども、一 でですね、えー、大統領任期中にねたった一人でここまでのね、えー、強行状況にね追い込んだのはです、ね、ジョー・バイデンが初めてだということでですね、まあ、こういったことが、ね、影響してなのか、まあ、国民もさすがに気づき始めていたりとか、まあ、あとはですね、まあ、そもそも、まあ、各種民主党がね支配している州とかでは、えーまあ、民主党サイドが、ね、言っているのはバカなですね環境政策だったりとか、まあ、そういったもの、まあ、主に EV だったりとかねそういった電気自動車、ソーラーパネルのね関連のものとかで推進、まあ推進 ていった結果ですねあの市民が、えー、それの悪影響をね、食らっているような状況に陥っているというような、ね、ところもありますし、まあ、そもそもヒスパニック系とかね、まあ、そういった、まあ、黒人さんだったりとかね、そういった方のね、まあ、賃金だったりとか、そういったところもですね、トランプ大統領がね、あのー、就任していた時期にはですね、上げることに成功していたりとか、まあ、それがゆえに、えー、そういった総庫の支持率とかもね、厚いような状況があったわけなんですが、まあ、そういったところでですね、えーまあ、バイデンさんに代わってからそれが一転してしまったということ こともねありますんで、まあ今回のですね。まあ、そういった状況とかも影響してなのか？ 今回のですね、この中間選挙というのが歴代最もですね、注目率が高い、関心が高いレベルのですね、そういった選挙になるだろうというような状況にもなってきているということで、まあ、ある意味これはですね、誰もが予想しなかったような、民主党サイドもですね、まさかこんな風にね、なるとは思ってなかっただろうというようなね、そういったね、世論のね、現状となっておりまして、まあ先ほどね、冒頭も言ったように、今現状はね、あの民主党サイドがね、司法だったりとかそういったところ支配 しているような形だからねやりたい放題できているような状況かなとは思うんですけれども、まあ、そもそもね共和党サイドも今回の中間選挙にかなりねこう気合い入れてやってきていますから、まあ、それでですね奪還した際には、まあ、弾劾裁判をね,をね行うという話が出ていたり、ほ、まあ、他にもですね、まあ、その共和党サイドがねそういった形で勝利した場合はですね司法省も共和党がねあのまあ管轄というか、まあ、支配するような形になるね状態となりますので、そうなった際にはもう完全な民主党サイドがですね今までやってきたこと。 のですねさまじいブーメランというかえ隠そうとしてきたねことなどをもう全部ね、まあ、にがだんご食わされた顔なしみたいな感じでドベドベ出てくるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、今現状はですねやはりですね選挙とかが近づいたりとかするとですねビル・ゲイツだったりとかあとはジョージ・ソロスその辺のね名前も結構上がってくるような記事も多いんですよ まあなんでねこの辺に関してもねえ相当なですねえ共和党が勝った際にはですね追及が始まっていくんではないかなというふうに思いますんでまあ,ある意味ね本当にね楽しみだなというふうに思ってますね。まあこれがねえ共和党が勝利したからといって日本のね方に影響があるかどうかぶっちゃけわかんないしまあどううなんでしょうそんなにね強い影響はないとは思うんですけれどもただね世界の動きとして今現状その保守派というかねえー各国でえーなんですかねそういった移民政策とかねそういったものをねえやっているリベラル派というかまあ求 さああのね。 方がですね政権がま脱落していってですね保守派がねどん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 上がってきてような傾向にあるというような状況なのでまあ、時代のねある意味転換期でもあるのかなというふうに思いますまあ、ただそのねぶっ壊されきったものをねやっぱこう回復していくのって結構至難の技かなとも、えー、結構ね大変なものかなともいうふうに思いますんでまあ、ちょっとですねその後承人も大変なのではないかなと思いますがまあ早い段階で,です、ね、なるべく早い段階でその急進左派の手からですねまあこういったねアメリカのみならず日本もそうなんですけれどもまあ、世界が がです、ね、まあ、ダッシュされていけばいいなというふうにね、個人的には思っています。まあ、特にね、今、本当に、こう、なんてうんですかね、世界の流れ的にですね、その急進左派というか、まあ、かなりですね、過激ジェンダー思想とかね、そういったものも、ね、出てきそうで、かなりおっかないような、えー、ところかなというふうに感じています。まあ、特にね、最終的にそこのね、被害をこむるのはね、多分子供だと思うんですよね。 まあ今現状、バイデン政権もですねまあ中絶だったりとかね子供のですね性転換手術ができるようにしようみたいなそういった話も出てきていたりなどそのですねありもしないような領域でのですね性差別的な部分もえなんて言うんですよねこうまあ引き合いに出してですねえ自分たちのねそういった思想を押し付けようとしているようなね傾向にもあるしかつ最終的にねおそらく向いている方向としては超成人しているようなねまあ人間とその子供の,その結婚とかを認めろみたいな。 は彼らの権利だみたいな、ね、ことも始まっていくんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、本当にですね、正気の沙汰とは思えないようなことをね、本当に平気でやってくるようなね、あのところではあるかなというふうに思いますし、まあ、日本でもですね、そういった方向に向かっていくような傾向にもね、ちょっとなりつつあるような、えー、なんか気もね、していますね。なんです AV 新報とかね、いろんなものもあったりとかしていて、本当にですね、そういうね、くだらないというか、わけのわかんない、ね、方面はね、あのすぐにこう、まあ、政策がね、進んでいくにもかかわらずですね、 本当に大事なね。 えー、日本のねその、例えば原発だったりとかね、そういったところにね、稼働がどうなんだとか、まあそのメリットがね、絶対的にあるはずなんにもかかわらずね、ずっと止めっぱなしだったりとかですね、もう本当に意味がわかんない、コスパもね、いいわけなんで、本当に動かした方がいいんではないかなと思っていますし、まあかなりですね、この混沌とした世界の中でですね、まあこのアメリカ、えー、世界最強とね、言われていたアメリカ、まあ今現状はもうね、あの違うかなとは思うんですけれども、まあそこのですね、まあ、政権がね、まともな方向に変わっていくこともですね、なんか一つのね、 いいな第一歩かなとううふうに思いますのでこの辺もね、情報ってですね、僕の方からも常に発信をしていきたいというふうに思います。まあなんでですね、また新たな情報ありましたら発信していきたいというふうに思いますの、ね、で、ぜひ皆さん楽しみにお待ちいただければと思います。で、今ですね、この YouTube のね、規制がまだまだ厳しいというところで、この YouTube だったりとか、まあましてテレビとかではね、絶対話されない、話せないようなね、情報に関しては、僕の運営しているニコニコチャンネルの方でお話をさせていただいております。で、ニコニコチャンネルの URL はですね、概要欄の方に貼り付けておきますので、 そちらの方からフォローとご入会の方とぜひよろしくお願いいたします。 まあ、例のね、注射だったりとか、ウイルスに関するようなね、激ヤバ情報などはそちらの方でね、お話ししておりますので、ぜひ皆さん、ご自身のね、身を守るための、家族のね、身を守るためのですね、一つの情報として取得していっていただければと思います。まあ、初月無料なので、お気軽にぜひご参加してみてください。あとはね、今このね、発信しているのがメインチャンネルなわけなんですけれども、まあ、政治系のですね、メインチャンネルがですね、まあ、ちょっと存続がね、かなり危ういような状況となっておりますので、まあ、そのね、セカンドとして、リッキーポリティクスというチャンネルをね、 解説しておりますそちらもね URL を貼り付けておきますぜひですねチャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたしますというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんバイバイ